あ、こんにちは、萩原哲夫、デザイナーイラストレーターです、今日仕事の打ち合わせで秋葉に来てます、でちょっと打ち合わせの途中で動画撮らせてもらってます、参加してるのが詩人のミドカメラマン、はい、カメラマンですか、詩人ですか、カメラマン、です、詩人です、はい、デザイナーの松本さん、フロム福島、松本です、よろしくお願いします、グラフィックやってます、そしてシンガーの沙織です、はい、デザインもやってます、デザインもやります、ウェブ出してますよね、はい、ですね、やってます、はい、もう萩原さんのテレビ出ると嬉しいっすよ夢でした皆さん、ちょっと硬いです話し続けててください、さっき、はいはい、さっき萩原さんの仕事を見せてもらって、なんかこう、沙織さんが感想とか言ってたらいいなと思ってますけど、デザイナーとしての萩原さんのお仕事を見て、あの沙織さんは今一度感想をいただくと、どんな感じの仕事を見て、いや、洗練されてるなと思いました、ね、あ、そうです、ありがとうございます、なるほど、私は本当にちょっと触るくらいしかできない、さっきイラストレーターとかフォトショップのマニアックな話をしてデザイナーズトークで花が咲いてましたけどそうですね、あの私はフォトショップがメインで触ってるんですけど、やっぱイラレの方が文字が綺麗ですよねとかそんな話しちゃいました、デザイナーの萩原哲夫さんとあのシンガーの沙織さんも今日親子っぽい隠し子ですまあ冗談ですからね、すごい沙織さん声がいいですよね、ありがとうございます、あれ声が良くて、この辺あの旅立ち天使の時間でしたっけ、もう旅立ち天使、旅立ち天使と少女の探し物でしたね、もうすごい良くて、声がやっぱり朗読する時とかこう妖精がいる感じがして、ガッシュの声だから、あ、声優さんもやってらっしゃる、あ、やってらっしゃる、そうです、こういうボイスアーティストっていう、でももちろん、まあ、デザイナーの側面もあって、まあ、さっきちょっと萩原さんの仕事を見てもらいましたけどね、やっぱそのイベントを打つときってデザイン、空間デザインとか、要はイベント自体をデザインするっていう私の考え方なんですけど、いいですね、グッド、あ、今大御所からグッド出ました、でかいグッドだ、いや、でかいな、結構でかいな、という感じで、デザインを軸にいろいろな人との交流を深めております、はい、撮影はデザイナーの松本武さんでした、福島から来てもらいました、デジタルスカイさんです、フラム福島、ありがとうございます、お疲れ様です。